アンジョさん、いつ何時にキャバクラ行きます？いや、俺行かないっすね、キャバクラ。行かないんだ。はい。あれ？お前なんで行かないの？俺興味ないっす、キャバクラ。お前が？お前が？お前がってなんすか？いや、ないっすよ。お前が女の子に興味ないわけないやろ。な、何を言ってんの？どういうことっすか、ボス？ないっすよ。ゆきんこしか興味ないっすもん。あと5分。ゆきんこは来ないよ。来ますって。来ないって。来ますって。来なかったらどうするの？来なかったらどうするとかはない。ボスよく言うけど、その、何やしなかったらどうするとか。え、来なかったらどうする？来なかったらでも待ちます。来なかったら一緒に、一緒にも引っ越しする？向こうに。いや、ワンチャン、ワンチャン考えておきます、それはじゃあ。おう。じゃあ今月ね。じゃあ、やだやだ、早い早い、早いな、ボス。早くないですか？でも、帰ってこないって。いや、だから、まだわかんないですよ、ボス。いや、いや、俺の勘が、俺の勘が帰ってこないって言ってる。確かにね、ボスの直感強いんですけど、うん、これはわかんないです、ボス。いや、本当にこれはわかる。いや、いや、わからないです。いや、いや、俺の勘が言ってる。あいつは帰ってこれない。ボス来れない。いや、それはないっす、ボス。なんか渡してくださいボス。え、オールインで待つことに意味あるとボス。帰ってくるの方がやばない。な、やばくないっすよ。帰ってきたらそれはそれで大変よ。いや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 、そんなことないっすよ。嬉しいっす。あ、嬉しいん。はい、いいじゃん、安城さん、付き合いで行こうよ、キャバクラ。いやちょっと女の子を見つけに行くんじゃないんだよ。そうだよ、あれ話すだけでいいんですよ。興味ないっすもん、人付き合いよ。いや、まあね、正直人付き合いできない絶対行った方がいいんだけど、本当に興味ないです。じゃあ行かないやつだ。えボスは行くんですよね、でもやっぱ好きですもんね。え、俺？はい。キャバクラ？はい。まあ行ったっていい、別に。行った方がいいです、ボス。付き合いで行った方がいいです。ボス、そしたらお金、ボスにお金借りていこうかな、俺。借りていくって何？なんぼ、なんぼ使うためなの？そんな、そんな行きたいの？じゃ1億ぐらいしか持ってなくて。いや、お金借りてぐらいまで行きたいの？理由がある。何？あの、デリアに入ると、天草が俺がおごりますよって言ってたの。うん。だからそこでめっちゃお金使って、うん、請求書全部天草に投げて、うん。天草の借金させようかなと思って。レディア会いに行きたいの？いや、行ったらおもろそうっていう話。別にいつでも呼べるじゃん。いつでも呼べるやんけ。それはそうかもしれない。いや、逆指名してもらおう、ボス。いや、逆指名。いつもお金もらってばっかじゃ悪いじゃん。なんかあいつ CPU とか天草、俺の写真勝手に撮って、なんかあいつに1000万ぐらいで売りつけてるらしいぞ。やばすぎ。いや、ってこと言う。悪い人、それあれっすよ、どうせ。え、みんなまだ行ってないの、キャバクラは？行ってない、うん、大型が立て続けに入ってたから行けてないっす。このアーティで終わりなんで、終わったらみんなで行こうって話しました。みんなで行くってなんだよ。キャバクラこの人数で行くのも、一人で行くのもなんやねん。いやいや、この人数で行ったら何も聞こえないぞ。確かに。いや、分けよう、それは分けようよ。リップルームあったもんね。ありましたね。スタークも頑張ってるっぽいし。ちなみにあれって何割があのキャッシュで入ってくるんですか、自分に？半々じゃないか。半々って聞きましたよ。アルビーさんがレディアさんに金使ったら、ただアンブレラが得意してレディアさんがその元のお金返ってくるだけだから、天草くんとアンブレラが確かに天草くんが損する。これアンブレラめっちゃ稼げてるんじゃないの、俺。ちょうど稼いでるんじゃないですか、稼いでるやろうな。4、5億ぐらいは言ってんじゃん。5億ぐらい言ってそう。お金ってめっちゃ簡単に稼げるの。いや、でも水商売はね、多いですからね。特別感高いんじゃない？1日だけしかやんないし。サウタはうちの店のルールの中で。みんなカラオケじゃん、割とキャバクラ行ってんの。あ、モンディさん、今店前にいますよ。お前、頑張ってんの？行こうかな、ちょっともうみんな入れる、ね、いくら稼げた？うん、も
ちょっとで入る感じ。振り上げて言うと、どう？これいくらだ？まあ、5億、6億ぐらい。え？少な、少な、え？だったら、半々したら、その2、3億ぐらい。はい。なんやもう。大手1回分やっけ。それが頑張ったの？割と頑張ったんですけど。うさぎさんは？うさぎさんは今日だけね。うん。ね、多分、まあ、大体ですけど。うん。10億ぐらい。2倍差やん。めっちゃ。あ。なんで外なんだ。お父さん番号どこだっけ。まだ高い車とかも716言っちゃいけない言葉だけどな。高い家も高い車も何も落ちない。よくよく今度見てみる。ズーさん、はい、キャバクラ行ってきたの。キャバクラ行きましたよ。どうだった。6億過ぎました。6億、はい、6億取られました。まあ、そんぐらい払ったら、うん、こうやって持ち帰れるんだ。ちょっと持ち帰ってない。違う持ち帰ってるわけじゃないのよ。持ち帰ってるんじゃないのこれ。モーンさん、持ち帰ってないんですよ。違うんですよ。一応いろいろありがとねみたいな話をしてたら、なんか周りでいっぱい事件起きてるから今ぼーっとしてるだけで。すごいね。モンディさん持ち帰ってないですよ僕。ああ。ちょっと持ち帰られそうな雰囲気ある。おっとモンディさん、モンディさん、違う、モンディさん、違う。おっとじゃない、おっとじゃない、おっとっと、おっとっとじゃない、そんな、ちょっと入ってちょっとノリノリで言わない。ズズはこっちなん、タイプ。おもちゃありがとうございました。僕はもう全然ウサギさんタイプじゃないです。あ。いや、だってしょうがないじゃん、タイプじゃないもん。いや、楽しいよ、一緒にいて。楽しかったけど。けど？いや、マジでタイプじゃない。おお。うさぎさん。うさぎさん。全く？全くタイプじゃない。1% もない。1% もない。1% もないかも。ああ。だって、鼻くそほじりダブルフィンガーとかタイプじゃない。もう。ああ。ええー。女ってだるいね。